ロックオフ。急に柱が来たから。潔が暴走した時はどうなるかと思ったけどね。何かのヒントなのかとは。あのさ、みんなこんなクソみたいな環境でマジでサッカー上手くなんのか。環境がクソなのはお前らがサッカー下手くそだから当然だ、バーカ。監督ごめん、お待たせ。これは見えてたよ、イサギ。よく決めました。マジだ。パス、サンキューな。はい、ご褒美。あーん。いいよ、自分で食べるから。そう言わず、どうぞ。パス。ここからナイスタイム。とにかく俺にボールを集めろ。ふざけんな、ボール取れ。俺の10分間。あー、食べ終わっても、ウィー。おい、汚いやり方は嫌いだ。正々堂々と戦え。ああ、されたぞ。今なら奪える。仲良し絆ごっこしたいなら帰れ、ロックオフ。オーラーイエーイ。お前らも遊んでないで祝勝会の準備ちゃんとしろ。ボールよこせ俺に。よろしく、アリュー十兵衛さん。やめろ。そのファーストレームはなんとオシャポイント。あ、終わり。泡飛んだ。あ、国神。あ、終わり。服飛んだ。急ぎ。本当にどうなってんだよ。てめえ、風呂という公共の場で泳ぐな。見て、忍者。よっ、待ってました、ヒーロー。いけ、大鳥。え、誰。俺たちに負けた時の肉。でも、じゃあ僕と組みませんか。そのコミットにどんなメソッドが。メリットですか。それだ。僕なら君を誰よりもうまく使える。いいだろう。昨日の友は今日の友。昨日の敵はです。本当にバカなんだこの人。で、あと一人は誰にする。もう一人は話の通じる人間にしよっと。バロー。
俺は下手くそか。ナイシュー。バチラ、なんだかすごく大人びたような。あ、どこがクールダウンだよ。そんなヨガのポーズねえだろ、てめえ。お前は一生俺に勝てないポーズ。やめんな、ほら。What do you mean? Is this game like a part-time job for you? Listen up. I'm gonna crush you. Your little Japanese sightseeing trip is gonna turn traumatic. ちょっとは片付けてんだろう。ナギ聖四郎、何でもトラック選手権。ブルーロックプロジェクトはこれをもって打ち切りだ。保護者からのクレーム、未だに見えない不透明な計画の全容。ウェド、ウェド、ウェ、ウェドネスデー？ウェンズデーだ、タコ。てか、日曜以外会ってねえし、どうやって高校入ったんだよ。アイキャンフライデー。やってられっか、こんなもん。何日こんな生活させんだ。アイムソーリー、ヒゲソーリー。